どうも、マユリカの中谷です。ビスケットブラザーズ金です。日本社長ケツです。はい、僕たち NSC の33期生です。どうも。さあ、なんかこの番組はですね、NSC の同期が、当時の NSC 時代の思い出とかを語ろうという NSC カタログという、番組になっておりまして、僕たち33期でね、今日お届けしたいと思いますけど、大丈夫ですか？大丈夫ですか？あの、この3人じゃあ、だいぶ絵面が神回神回神回確定、だいぶ色味が茶色い感じですけど僕結構見てるんですよ、NSC カタログ。あ、そうなんや。好きで、結構他は、まあ、再生回数が1週間で1万回いったり、マジで結構見てくれてるんですよ。大丈夫ですか？大丈夫ですか？キャスティング10万目指そう。10万ね。10万目指し、いよいよ。まあでも今ノリに乗ってるし。あ、そうやね。キングオブコントも出ましたし。で、ね、コロナでえらいことになってるし。ちょっとその並びで紹介するのやめてよ。ですけどもね、読売取ったりとか。あ、そうですね。はい、どうですか、NSC の思い出。33期や。33期。もう10年前やん。むっちゃ早い。むっちゃ早い。この10年間がめっちゃ早いとかじゃないやろ。NSC がどうやったかよ。この10年、話題の投げかけ方が同窓会のやつ。違う違う。もう、あっから10年もたつ早いね。むちゃくちゃ。その10年間の話じゃないってなっちゃ分かるけど、どうだけど、思い出とか、お互いの例えば第一印象であるとか。最初のクラスは別々やもんね。そうそうそう。一番最初の僕らの時代はランダムで渡れてた。しかも A から、H くらいまであったよな。あった。え、みんなどこ？ I まであった。 I までだったっけ？俺 G クラスで H やから D。 あ、D 早いね、多分。だって600人ぐらいおったらしい。あ、そうやな。俺ら650大阪だけで600人ぐらいおって、H ってさ、解散せんかったクラス。H クラスは最初の授業でまず半分決めなかった。そんなことある？多分やけど、あ、この方にクラス出してちょっと気持ちもあんま入ってへんようなやつが多かったから、気合がちょっと下がったんや。もし願書順位だとしたら、ギリギリのとこなんや。ほんでもうやっぱ嫌やとか、もうやっぱと思ってるやつが結婚って半分しか、ほんまに半分しか来んくて、だから入学金払って行ってない人が半分おるってこと。40万ってやつがいっぱいおって、ほんでこれあかんってなって、他のクラスが補充された。そうやな、あったわ、そんな。ちょっと3ヶ月ぐらいやったあたりで補充したよな。 G クラスで言うと、ザジーとか、あの新芸人だ、伊丹勇樹とか、ザジーとマユリカ、ザジーとマユリカと、何々の人も。いや、なんか臭そうな声。何やお前、お前のことやな、お前。いや、お前とか D はすごいよ。 D 誰 D はほんまに分からない。俺らもうええわ。よう筆頭で言えたの。マブシ俺らってマブシ。おい、D マブシ。おい、H 情けないな。まあ、クラスは一緒なんてないけど、まあ、これはいろんなとこで言ってるけど、それよりもさっきに俺はケツと遭遇してて、じゃあ俺はそれほんまに覚えてない。覚えてないんですけど、だから僕らコンビニ留学で2人で大学生の時に、そのあ面接か、あの面接だけあるよね。そうそう、 NSC 面接だけあるんですけど、面接来てその NSC のロビーとかにみんなで溜まってるんだけど、まあ、こいつらみんなお笑い目指してきてるのかっていう中で、坂本が俺をトントン叩いて、で、そこにおったのが当時のケツなんですけど、めちゃくちゃ不細工なやつなんですよ。これそう、で、俺も見て、ほんまやと思って、いや、NSCすごいなみたいになったのが当時の今のケツ。え、そんだけいっぱいおってさ、俺がそんな際立ってた、際立ってたんじゃん。これでさ、妖怪みたいなやつ、そんな社会不適合者とかさ、犯罪するやつばっかりやったわけやん。そうやね。そうそう、そんな中で俺が不細工なってたよ。しかもこれで、ガリガリやったやん。そう、細くて、髪の毛もな、なんかめっちゃ長くて、ああ、ほんまにこの世のやつじゃなかったよな。もののけの類いかなと思うぐらい。確かに美容師さんに重めのボブカットにしてくれって、重くしてくれって言ってたから。ボブでもあかんのに、小西武蔵っていう新規のね、持って、はい、髪の毛長かったよ。長かったな、めちゃめちゃ。で、俺は女性でしかロン毛って知らんかったから、田舎18歳の田舎の高校生、田舎の高校生で、で俺のクラス入った時に小西が結構前の方って、で髪の毛長いから、あ、女の子おるんやと、で絶対女の子やラッキーと思ってたら、振り返ったらむっちゃヒゲ生えてて、生えてるよ。やばいと思って、それトラウマなんて、その D クラスでしかも28歳やって意味わからなくて、10個ぐらい上のな、そう、10個ぐらいの。ほんでそっから仲良くなって一緒に住んでんけど、そうやな、そう、だからびっくりして、その18歳でロン毛のおじさんが
10歳違いの人でもそういろんな人がなんかめっちゃ年上の人もおるし、そう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 、で、ま、長い髪で前に座ってる時点でラッキーと思って、ラッキーとか女子おるんや、女子おるラッキーと思って女子のクラスなんやと思って、そうだからあのカメラを止めるんだったらどんぐりさんとか、どんぐりさんも同期ですし、あめっちゃ年上の人がおじさん自分のお母さんとかより上ぐらいの人とかもカメラ落ちてみたいな、そう変な感じだったよね。ケツは当時その、まあ、さちょっと遊ぶようになってからびっくりしたのが、住んでた家がもう難波から激近の当時の劇場の一部の人しか住まれへんようなむちゃくちゃいい家住んでる、え一人で普通みんなルームシェアするお金ないとこからめっちゃ安いとこ住んでると、ファックスまで10歩で行けるところ住んでる、10歩分じゃなくて分じゃなくて10歩です、ファックスやん10歩はめっちゃファックスかまで10歩で、めっちゃ広いしええ部屋住んでる、なんでなんえ、それはもうなんかいいところ当たっていいところマンション買うときなんですよ、ラッキーマンション引いたの不動産屋でやったってなって、ここすごいまでやった、全然ちゃうやろそれ、うん、AC 時代のなんか印象深いなんか出来事とかなんかあります、これね、うん、あの僕 D クラスで、うんまあ、このチキン種やったって、うんうんうん、で、まあ、別々のコンビやったんですよ、ナダルと、うんまあ、西野、はいはい、西野が2ヶ月遅れで入ってきたんだよ、うん、え4月でみんな一斉入学やろ、うん、遅れてたの、あそう1ヶ月かな、うん、でめっちゃ面白かったよ、入ってきた当初から、であすごいやつ入ってきて遅れてすごいな、うん、でなんでなんかその時わからんかったっていうけど、うん、後から聞いたらあの願書で合格をもらったのが1ヶ月遅れてるけど、うん、願書でこう書くやんかプロフィールを、うん、で配偶者の欄があるやんか、はい、で配偶者って、まあ、その奥さんやんか、うん、そうやな、で、なしやもちろん、うん、もちろん当時西野18歳で、うん、意味分かってなくて、配偶者、あ家族のことやと思ってて、うん、配偶者あり、6人って書いてたらしい、家族6人、赤王やそんなそう兄弟とか両親とか合わせて6人って書いてて、だから NSC からしたら配偶者あり6人、一夫多妻の18歳のやつスーパーそう、えげつないやつ入っていくちょっと待ってくれ調子ですね、そう AC 側が戸惑ってない、そう入学金ももらってるからどういうことですかって聞いたら間違えてましたで1ヶ月遅れてなるほどね、うん、でも今思ったら行かれてんねんけど、なんかその仲良くなってそのスミとか西野とか今井とか俺仲良かった、仲良かったわ、うん、そうやな、あいつらむっちゃ野球部やからむっちゃ野球部やから飲みに行って朝まで飲むよ、ほんで、はいはいはい、ほんで毎朝、まあよっしゃもう帰ろうかってなったら今井が俺の茶に潰すみたいな、いやこの部屋、いやこの部屋あかんねん、じゃ今まだもうこれやねんけど俺の茶のこれ茶のカゴがもうこれになってるあほんまにあっちゃったこれこれごちそうさまみたいなごちそうさまんすなごちそうさまんすなあれないでしょ、いやこの軍団はいやほんまにあかんねん、近いがなかったよ、だからあのザジーが、俺らは俺らで軍団があって、こっちはちょっと違って魂の2個あって、うん、で、めっちゃ体育会系、そうそうそう、で、ザジーって両方仲良かったよ、うん、朝の8時半ぐらいに、うん、その家にピンポンってなって、うん、で、何ってなって、うん、怖いやん、怖い、朝8時半の開けたら、ザジーが汗だくで、え、ほんで、ここに傷あって何裸足で裸足裸足やで裸足しゃくれながら追われてる映画やん、もう影響入れてくれちゃんと何が一応入りなってやばいやばいって閉めたらどうしたって聞いたら、このグループと遊んでてみんなベロベロ でザジーも酒癖悪いから悪いよ、なんかやってその軍団に追われてる、私でもこんなし逃げてこっちでこけて傷できてみたいな、むちゃくちゃやな、ダジはその時カーブ曲がるけど曲がりだとスピード一切落ちんから加速しながらすごいやんかNC では2021年生徒募集を行っております、はい、説明会やオープンスクールを毎月開催しております、興味を持っていただいた方は NC のホームページや SNS をご覧ください、たくさんのご応募お待ちしております、NC カタログまた機会があればねみんなで話したいと思います、はい、というわけで以上33期の NC カタログでした、さよなら。